オランダ高速鉄道はオランダ国内及びオランダ発着の高速鉄道を運行していた鉄道事業会社の故障である。2007年12月に設立された。正式名称は高速鉄道連合株式会社であり、本社所在地はユトレヒトに置かれていた。2001年にオランダ鉄道の一部門として、 オランダ鉄道国際部門が設立されたのが元となり、2007年にオランダ鉄道が90%、KLM オランダ航空が10%出資する形態でオランダ高速鉄道が設立された。欧州の高速鉄道事業会社の連合体であるレールチームの一員でもあった。2014年6月以降、オランダ高速鉄道が運行していた列車は管轄がオランダ鉄道に戻り、 他のいくつかの国際列車とともに、NS インターナショナルの名で運行されている。2007年現在、次の路線の運行を行っていた。インターシティアイスインターナショナルタリス、NS スピードヒートバナフ15時に、NS インターナショナル。2014年9月9日閲覧。ありがとうございます。